い、スノーマン。おい、スノーマンの岩本光。お前、とんでもないことやってしまったらしいな。未成年二人に飲酒させたらしいじゃないか。絶対ダメ、そんなことやっちゃ。未成年だぞ。お前は当時何歳なんだ。お前はもう成年してるだろう。未成年をラブホテルに呼んで合コンやっちゃダメだろう。お前しかも5対5の合コン以外にも3対3の合コンとかいろいろやってたらしいじゃないか。羨ましいな。おい、あ、違う、そうじゃないんだよ。やっちゃいけないことなんだよ。お前、滝沢副社長も激おこだぞ、激おこ。いくらお前に昔シルバニアファミリーの駐車場付きをプレゼントした中でもタッキーは激おこだぞ。いくらお前と仲がいいって言っても周りの目もあるんだよ。なんか罰則を与えないわけにはいかないんだよ。スノーマン解散させるぞ、こら。何が光だ。光は西田光さんだけにしてくれ。西田光さんに失礼だ。俺は西田光のコンサート、初めて芸能人のコンサート行ったのが西田光のコンサートなんだよ。光っていう名前失礼だぞ。お前、マイケル・ジャクソンに憧れて6歳の頃からダンスやってたのを忘れたのか。思い出せ。もしお前にまだやり直す気があるんだったら俺とツイストダンスやってみないか。俺は TikTok でやってるぞ。 TikTok はいいぞ。バッドボタンがないからな。お前のような炎上キャラにはぴったりだ。では高行の TikTok でツイストダンス3、2、1どうぞ。いやー、まもなく3番線に加速列車が参ります。危ないですので黄色い線まで下がってください。下がってもっと下がってもっと下がって、いつのことを僕のそばに来て、そのままずっと離れないで。ワー